はい、では発表させていただきます。朝早くからお時間をいただきましてありがとうございます。ロケットプロジェクトの新たな挑戦について発表させていただきます。発表者はロケットプロジェクト3年の永見美久です。よろしくお願いします。まずはじめに私たちの活動をお話しする前に、河村学長のお話にもございました学生チャリティーイベント徳島ギビングキャンペーンにご参加いただきまして皆様ありがとうございました。徳島大学ロケットプロジェクトもこのキャンペーンに参加させていただきまして、たくさんの応援のおかげもありまして、数ある部活動やサークルの中から15位という75票も投票をいただきまして15位という結果を得ることができました。本当にありがとうございました。では次に私たちの活動について紹介させていただきます。私たちはハイブリッドロケットの製作打ち上げ、そのエンジンの燃焼実験を活動燃焼実験を行い活動をしています。目的としましては、そのハイブリッドロケットの到達高度の高高度化やものづくりを通した地域貢献を目的としております。まずハイブリッドロケットについてご説明させていただきます。簡単にですが、液体燃料と固体燃料を合わせてロケットとしての推力を得ています。この2種類の燃料を混合しない限り急に燃焼しないということから、火薬を用いるエンジンと比べ安全ということは挙げられます。そのため学生が学習用としてロケット団体で広く使われていることがあります。私たちの今年の活動成果について報告させていただきます。私たちは長年自作エンジンを搭載したロケットの製作打ち上げを目標としておりました。これは今年の9月から共同打ち上げ実験にてハイブリッドロケットをレオで搭載し実現しました。この自作エンジン搭載ロケットの打ち上げ成功は、学生ロケット団体で近畿中四国初の成果を得ることができ、また全国でも6番目という成果を得ることができました。次に私たちの今後の活動についてご説明させていただきます。まず、高高度化に向けたハイブリッドロケット製作についてです。私たちは次の3月の打ち上げ実験に向けて機体リブラを製作中です。この機体は今までの機体とは違い、海打ち方式で打ち上げます。海打ちとは、海に向かって機体を打ち上げる方式となっており、陸で打ち上げる時よりも高く制限高度が高くなり、打ち上げについて、その高高度化を目指すにあたってよく使われている打ち上げ方法です。機体の概要はこのようになっております。次に、このリブラの製作過程を少し見せたいと思います。こちらは、今年打ち上げた9月のジェミニという機体にフロート機構という機体を浮かせる機構を搭載し実験したものです。普通に機体を置いたときにはフロート機構のおかげで浮きました。この後動かしたり沈めたりしたのですが、映像にもございますように、沈むことなく浮き上がるようになったので、次の機体にもフロート機構を搭載し、製作を続き行っていきたいと考えております。次に高高度化に向けて私たちはクラウドファンディングに挑戦しております。目標金額は250万円。期間としては来年の1月31日までを行っております。こちらは今後の自作エンジン搭載に向けて、ロケットの
ロケットでの成層圏、宇宙圏の到達に向けてのステップアップとして、海内実験として伊豆大島共同打ち上げ実験に私たちは挑戦しています。最終的な目標である宇宙成層圏や宇宙圏の到達に伊豆大島共同打ち上げ実験での海内は必須条件だと私たちは考えております。そのため、この目標に向けてクラウドファンディングで次の機体の製作費だったり、今後の自作エンジンの開発費用を集めたいと思い、クラウドファンディングに挑戦しております。今後もさらなる高みを目指して、私たちは頑張っていきたいと思っておりますので、ご賛同いただける方がいらっしゃったら幸いです。よろしくお願いいたします。次に自作エンジンスーパーノヴァの燃料開発や燃焼実験の実施についてです。こちらが今年の9月のハイブリッドロケットレオにも搭載しました自作エンジンスーパーノヴァとなっております。左側がエンジン部で、その概要は上のようになっております。左側のエンジン部に固体燃料を装填し、右側のエンジンタンクに液体燃料を充填することで、ハイブリッドロケットエンジンとして使用しております。燃料開発は今月11日にも行われました。実施場所は新たなキャンパス。使用エンジンは先ほどの自作エンジンスーパーノヴァで、中身の固体燃料に星型のテーパー ABS という燃料を用いました。ABS っていうのはプラスチックの素材となっておりまして、レゴブロックなどの素材と同じようなものとなっております。こちらがその時の燃焼映像です。大きな音が出るかもしれないのでご注意ください。こちらの燃料も今解析中で、結果を以前飛ばしたエンジンの燃料と比較して、今後も燃料開発を行っていきたいと考えております。最後に新自作エンジンの設計についてです。先ほどの自作エンジンスーパーノヴァですが、軽量化という点と簡素化という点で改善点があります。この自作エンジンスーパーノヴァは、既製品のエンジンと同じような推力が出るにもかかわらず、質量が3倍ほど重いという点が挙げられます。そのため、エンジンの素材自体を変更し、改良することや、エンジンの本体の厚みを変更し、軽量化を図っていきたいと考えております。次に構造の簡素化についてですが、9月の打ち上げ実験や今までの燃焼実験の際に組み立てに時間がかかったことや、組み立て時にネジが切れてしまうなどのミスが起こってしまい、一学生がこう組み立てるなどで時間がかかる可能性が考えられます。そのため、右のように設計を簡素化し、よりどんな人でもそういう組み立てができるようなできるように改善していきたいと考えております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。